晩作尽きても友達に会いたい。週末トレイン 11.5 話を見ました。そうです、総集編です。ことの始まりは6月13日の番組公式 X にて、最終話となる12話の放送延期が発表され、その代替措置として総集編の放送となりました。実は監督の X にて、第1話放送時に4話がまだ完成していないとのつぶやきがあり、一部ファンの間では走り切れるのかという懸念がありました。それでも最終版まで来たので、このままならいけるかなと思った矢先での今回の総集編。その後の監督の X を見る限りだと、クオリティを優先して間に合わなかったということなんでしょうね。ここまででもかなりクオリティが高いアニメだと思って見ていたので、最後までそれを貫こうとする姿勢嫌いじゃないし、今クール内で最終回をちゃんと放送してくれるなら文句はないなと思いました。最高の最終回に期待したいです。そして肝心の総集編、冒頭は新規で収録されたしずるのナレーションから始まるのですが、新録部分はおそらくここだけで、あとは各話のハイライトシーンに字幕で説明がつけられているという、失礼な言い方ですがかなり簡素的な総集編となっていました。本当にギリギリの判断でこうなったんだと思います。それでもセブンジーの影響を受けた各駅での冒険、そしてしずるとヨウカを軸に物語を振り返るという構成は、最終回前の復習にちょうどいいなと思いました。もしかしたら総集編の各シーンが伏線で生きてくる可能性もありますしね。昨今アニメ制作の世界での過酷な労働環境の内情がどんどん表の世界に噴出してきています。同じクールで放送延期になった作品もあります。自分にはこれだという改善策は出せませんけど、求められるクオリティと用意されている体制が釣り合っていない現状がここ数年は特に顕著になっていると思います。なんとかならないものか。今回は以上です。皆さんの感想もコメント欄にお寄せください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。